これからが本当に正念場だと思います、最大派閥として、いかに結束を固め、そして安倍総理が向いた政策の種をですね、花を咲かせることを。先月31日、自民党最大派閥安倍派が新体制を発足させました。会長は引き続き不在とし、常任幹事会で重要事項を決める15人の幹部を決定。座長には会長代理を務めていた塩谷元文科大臣を据えたほか、稲田朋美氏や西村康稔氏など大臣経験者が選ばれました。そんな中、注目を集めたのがこの方、下村博文元政調会長です。塩谷議員と同じく会長代理として派閥の運営に関わってきた下村氏ですが、今回なぜか15人の幹部には選ばれず、メディアの見出しには下村外しの文字が並びました。やっぱりやるべきことは私自身しっかりと清和圏の中で貢献していきたいと思ってますし、こだわってません。そんな中、記者からはこんな質問も。今回の人事をめぐっては会長だった森元首相の影響が強かったというような見方もありますけれども、影響力あったかどうかは塩谷新座長に聞いていただきたいと思います。政界引退から10年以上経つ森喜朗元総理の影響力について、今年7月には安倍派の5人衆と会食、新体制をめぐって意見を交わすなど、いまだに大きな存在感を残しています。果たして御年86歳の長老の影響力はいかほどなのか。先月末には岸田総理が84歳の二階俊博元幹事長と会談を行い、13日に予定されている内閣改造や党人事について好きにやればいいと伝えられたといいます。総理がお伺いを立てたとも見えますが、なぜこんなにも自民党の長老が力を持ち続けるのでしょうか。日本の長老政治を安倍派の重鎮下村元政調会長をゲストに考えます。では改めてご紹介いたします。自民党の最大派閥安倍派に所属されていまして、かつて文部科学大臣や自民党の政調会長を歴任されました下村博文衆議院議員です。下村さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。さあ、ということで、去年7月にですね、安倍元総理が亡くなって以来、安倍派は会長を置かずに来たという中で、先月末ですが、塩谷さんを座長とした15人の幹部で構成するという集団指導体制を発足させました。はい、まずこの新体制を下村さん、どう見てらっしゃるんでしょうか。これはもう端的に言って、はい、今回のこの報道でも出てましたけども、森元総理、森さんは清和圏の会長なんですね、はい、で私は森さんからも端的に言って嫌われているんです。端的にお聞きしたいんですけど、それに対して下村さんは税金を節約するためにやるべきことをやっただけで、今もうすでに辞めている森さんが口を挟むのはおかしいじゃないかという形で、他の安倍派の議員、若手とかから声は上がらないものなんですか。私は当選9期なんですけどね、4期以下 の, 人たちは直接森さんも知らないんですね、はい、だから皆さんそういう思いはすごく持ってますよ。ただ森さんもかつて清和圏の会長だから、まあ、オーナーではないけど、まあ、そういう部分があって、特にベテランに対しては森さんの影響力というのは今に残っているというのが今の形に現れていると、私からするとちょっと残念な状況ですけど、ね、哲夫さんがおっしゃったみたいに、あらかじめお伺いを立てる、根回しをするっていうのは、まあ、一言言っておくっていうのは森さんに対してあるかもしれませんけど、その森さんが影響力を及ぼしてある意味、まあ、決めてしまうとか誰かを外すみたいな、もし影響力を持っているとするならばですね、下村さん、ここはどういうふうにお考えなんですか。まあ、やはりね、国会議員として現職のメンバーが100人いるわけですから ね、うん、 そ, ね、まあ、その中で決めるということで、元総理としてはね、大将高将から、
ロシアの問題とかウクライナの問題とかね、そういう政策的な部分でいろいろアドバイスをしてもらいたいなと思いますが、人事でやるのであれば、もう一度国会議員になってもらってね、で一緒にやったらどうかと思うぐらいですね。もしかしたらお答えにくいかもしれませんけれども、森さん側はまあ紙に書く形ではありますが、それこそ土下座をして謝りに来たっていうような話もありましたが、ここはいかがでしょうか。まあ、それは全く事実と違いますね。ただ先ほどね、徴用の状とか先輩とか、そういう意味ではやっぱり敬意を表してね、挨拶に行ったりしてましたし、それから新国立教授の問題も勝手に決めるってことじゃなくて、しっかりと何回もこういう経緯の中で国民の理解は得られませんので、ぜひ新国立競技場については建て替えについてはご理解いただきたいということで、2回ぐらい私は森さんのところに行ったんですが、なかなか理解が得られなくて、でこれは私個人じゃなかったので、安倍政権として決めたことですから、最終的には安倍総理がですね、当時安倍総理とそれから菅官房長官とそれから私とそれから遠藤、今総務会長ですね、遠藤さんがこの組織委員会の会長代行だったので、4人で総理官邸に森さんを お招きして、そして安倍さんの口から新国立競技場については建て替えていかないと国民の理解得られないし、またコスト的な部分で予想よりも予算が膨大にかかると、予算が3倍ぐらいですからね、いうことで、まあ、理解をしてもらうように安倍総理から当時お願いしたと、そういう経緯もありますし、それなりにね、段取りは踏んでるつもりですし、今回の件についても、今回というのはこの安倍派の、ね、会長について私は会長決めるべきだと思ってましたから、挨拶に行きましたけど、そんな土下座とかそんなんじゃないですか。ただ、事実と全然違いますけど、一方的に地方新聞に、書かれたということで、非常に私としてはちょっと憤慨してます。その件についてはね、そういう状況だったので申し訳なかったというお話を直接されたのに、そうやって、ある意味下村さんの名誉を傷つけるような土下座という記述をされたってことについて、どんなふうに、なぜそんなことをするのかというね、いやそれは憤慨してますね。ありがとうございます。宇佐美さん、ここまでいかがでしょうか。そうですね、誰かがその安倍さんが今もう亡くなってから重しになる人がいないんで、誰かが重しにならなきゃ、派閥ってものが多分維持できないんで、森さんが良くも悪くもその重しになってるっていうことだと思うんですけど、じゃあ森さんが独断で決めたかっていうと、そういうわけでもないと私は思ってまして、結局のところは派閥の今後5人衆なり、この15人のキーメンバーの納得というか合意があって今の体制ができたというふうに思ってます。そうなんだろうでしょうから、そこで佐藤下村さんがこの5人衆に入れないってことに彼は納得したわけですから、そこに利害の一致があったんだと思います、森さんと。下村さんも政調会長までやった、超重鎮ですから、もう仮にこの先行くとしたら、相当な重職な大臣か、総理目指すって立場であったと思うんですけど、そうなると、彼ら5人衆が自分の上にいる人っていうのができてしまうので、それよりは目の上の炭鉱部はいなくなるみたいなところで、はっきり言って利害があったっていう事情があったんだろうと思います。でここから巻き返せるかどうかっていうのが、まさに政治家の本分だと思うので、下村先生がどれだけこう巻き返してくるかなってことを楽しみにしております。ありがとうございます。ご解説なご指摘で、そうですね。ですから安倍元総理が亡くなって、その後会長不在なんですけども、塩谷さんとそして下村さんという形で会長代理をやってたと、ツートップですね。でところが今回下村さんが外れて、5人衆がいて、そして15人と、15人からも下村さん外れてると、やっぱりその特に5人衆からはこう下村さんじゃないと思われてるんだろうみたいなことがあると思うんですよね。それも含めてこうその森さんを除いたところで、今の安倍派をどう見てらっしゃるのかっていうのはいかがでしょうか。私が今回ですね、対立をしたのはやっぱ会長を決めるべきだと、で清和政策研究会っていう会ですからね、清和研究座じゃないから、やっぱ座長じゃなくて会長を決めるべきだと、安倍さんが蒔いた種っていうのがたくさんあって、その蒔いた種をですね、花開かせるというのは、今でも安倍派って名前が残ってるわけですけどね、やっぱり我々残った我々のその志をきちっと安倍さんの思いをですね、継いで、そして花開かせるっていうのは、これは清和県のやっぱ責務だと思うんですね。
そして清和県というのは自民党の中で、まあ、最大派閥で、うん、他の派閥に比べても倍ぐらい数が多いわけですね。派閥ってのは何のためにあるかというと、そういうその人事的な互助会的な制度というよりは、政策って名前がついているというのは実は清和政策研究会だけで、他は政策って名前が、うん、派閥の名前についてないんですけどね。やっぱりその何をやりたいのかと、どう日本を変えていくのかと。安倍さんは日本を立て直すと、で、戦後レジームから脱却と、憲法改正とか、まあ、いろんなことを言われていて、しかしそれがなかなか達成できてないところもたくさんあるんですね。それを実現するためにはやっぱり数が必要だから、一人じゃ何もできないの。100人集まることによってそれを実現していこうというのが、これが派閥なわけだから、まあ、そのためにはもう1年経ったので、もう会長を置いてですね、そしてしっかりやっていくべきだと。で、他の方々は私と意見のか思っている方も相当いますよ、実際中堅若手は大体そうですね、うん、会長決める、うん、一個質問なんですけど、会長決めるとしたら、うん、下村さんは誰が会長にふさわしいと思いますか。まず自分なのか、あの5人衆の中で誰なのか。まあ、私自身もそういう思いは持ってましたけども、はい、ただ、まあ、塩谷さんがね、あの徴用の条で同じ会長代行だから、塩谷さんが会長になりたいっていうんだったら、今までも一緒に来たわけですから、塩谷さん支えますよと、うん、で、あのいないっていうことだったら私もその時は手を挙げようと思ってました、うん、けども、うん、5人衆の誰かを会長にというのは今時点で考えているわけではありませんが、うん、ただ今はその座長っていうのは過渡的な、やっぱりこう15人で決められないですからね、実際ね、物事をね、会社の社長が15人もいるってのはありえないわけだから、はい、ですからできるだけ早くやっぱり会長を決めるべきだというふうには思います、うん、はい、今置かれているそれこそ安倍派の状況、うん、それこそ総理を出してもおかしくないですよねっていう、本来ならば、うんね、みたいなことあると思うんですけど、そこはどう見てらっしゃいますか。ええ、やっぱり安倍派の中では101人いてですね、で他の派閥に比べても4人とか3人だけど、安倍派も4人ですよね、はい、ですから数で言ったら少なくとも5人いてもおかしくないですよね、うん、だから5人は今回は、まあ、13人ね、うん、内閣改造がありますけども、はい、5人は絶対欲しいよねっていうのは安倍派の多くの方々が思っていて、それは別に突出してるわけじゃなくて、うん、派閥の人数で、ね、バランスされたら、ね、まあ、はい、どうですか、その時に例えば5人でも決して多くはないですよね、はい、あの会長がいるいないでやっぱり違いますか、うん、その伝わり方の迫力とか含めて、そこに集団指導体制の、ね、うん、座長が来たみたいなことなのか。私はなぜ今回会長、今回ですね、まあ、1年間喪に服してても今回会長を決めるべきだというのは、やっぱり101人いるわけですからね、やっぱり派閥としての先ほどのような政策実現能力、達成力、それから人事においてもきちっと交渉能力を持つという意味ではやっぱり会長を決めると。しかし会長が決められなかったから座長だということになると、これは他派閥というか、あるいは総理から見てというよりは、自ら清和県のそれだけの政策能力なり、あるいは人的能力をですね、下げてしまうような、まあ、そういうふうになってしまうんじゃないかなという危惧をすごく持ってます、うん、哲夫さんですか、うん、はい、やっぱりその安倍さん の,、ね、その理想というものがやっぱり、ね、途中でやっぱり終わってるという思いで、やっぱりその清和系の方々っていうのもその会長職を、ね、まだこうつけていないというふうに言うのも、やっぱりその、ね、やっぱ安倍さんの思いをちゃんと引き継いでということが大きいかなというふうに思わせてもらったんですが、そのやっぱりこう最大派閥になってきて人数が増えてくるじゃないです か,、うん、だか細かい部分でちょっとその安倍さん の, その言ってらっしゃった、その掲げてらっしゃったその理想というのの解釈のズレみたいなのは、なんか生まれてくるとかっていうことは懸念されないですかね。その辺はそれがね、それが問題だと思うんですよ。つまり今回の人事もね、この例えば安倍さんが憲法改正、これをぜひ自民党の党勢でもありますかね、憲法改正とか、それからこれまで続いている伝統的なご皇室ですね、これをこれからも存続していくためにどうしていったらいいかという問題とか、あるいはその周辺諸国が非常に厳しい状況の中、日本においてもウクライナ以上に実際厳しいの中で外交防衛政策をどうしていくかとか、それからアベノミクスもまだ道半ばですよね。これをきちっと達成して本当に経済成長、積極経済、そして日本を元気にしていくと、まあ、いうようなことを、共同親権なんかもそうですし、いろんな政策についてですね、それが派閥の中で、まあ、LGBT については議論の中で
まとまらなかった部分もある。それ以外深掘りしてないんですね。だから深掘りしている中で憲法改正9条自衛隊明記で、これは反対だとか、あるいはもうちょっとこういうふうにすべきだという議論が十分まだできてないと。できてない中でただその人事のね、あの好き嫌い関係で決めるっていうのはまさに、国民から見たら何やってんのと、まあ、井の中の蛙のなんか争いみたいなもんだから、やっぱ政策論争をもっとしっかりしていかないと、この国っていうのはそんなにですね、経済成長しながら間違いなくね、誰がやっても同じようなことができるのか、そうじゃなくて、今国難の時だと思いますから、政治家として問われているのはまさにこの日本をどうしていくかという政策論争だと思います。それがこれから清和県でも安倍派でも最も重要なことだと思います。宇佐美さんどうでしょうか。そうですね、やっぱり、保守っていろいろと、考え方があると思うんですけど、特に清和会は日本民主党 の、の流れを引き継いで、ずばり憲法改正っていうところがもともとの本当の狙いであったはずの集団であると思うんですけど、そういう中でやっぱ今まさに憲法改正の議論が本格化したときに会長を置かないっていうのは、私自身もさすがにそれはないだろうというのふうには感じてます。そういう意味で、伺いたいんですけど、下村先生の今後の政治的な課題、これからこれを実現したいってことの中に憲法改正は入っているのか、どういうふうに改正する人を持っているのかってことを伺えればと思います。これはね、最も政治家として果たすべき役割だと思うんですね。つまり憲法改正というのは、衆議院と参議院で3分の2以上の賛成で発議はされて、で国民投票で過半数の賛成がなかったら改正できないと、最もそういう意味ではハードルが高いことですけども、しかしもともと日本国憲法というのはですね、 GHQ によってやっぱり作られた部分があって、そして独自の本当に独立国家として考えたときですね、この日本国憲法全部変えようと思ってるわけじゃないけども、やっぱ変えるべきものは変えると。それからその保守っていうのは全身的に少しずつよりよく改革しながらより良い未来を目指していくということで、日本は戦後78年ですね、憲法改正を一度もしてないわけですよね。でも他の国でですね、例えば同じような第二次世界大戦のドイツなんかも60何回も変えてると。それから韓国や中国でも憲法改正しているわけですね。ですからこの国をもっといい国にしていこうと思ったときに、法律の基本法である憲法を改正するとは当然の話だって、でそれをより良きものを目指していくという理念法としてですね、ぜひこれは今までできていなかったという自民党のもともとスタートした時のそれが当是としてあったわけ で安倍さんもそれをすごく自分の政策のメインとしておきながら残念ながら実現できなかった。それを清和県がやらずしてですね、なんで安倍派なのかと、そうしたら政治家としてただバッジをつけてるだけでね、自分たちのことしか考えてないということになると思うので、最もこの憲法改正って我が国においてこれからしていかなければならない政治家としての責務だというふうに思いますね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。